MC の中村大蔵と木村大志です。よろしくお願いいたします。リハで出してない声出してやったリハでマイクの調節してたのに、くっそ一個でかい声出してやったびっくりしました。なんでそんなでかい声なの俺までちょっとこう乗せられるじゃないですか。やめてテンション上げていく、テンション上げていきましょう。はい、あいやいや、どうでしたか、この1週間は。この1週間、はい、この1週間、まあ何事もなくへいへいぼんぼんと過ごしましたけれども、なんかあれよ。なんかまあいろいろはありますけれどもね。はい。あ、それ教えてもらえない。そういうのを喋る場なんじゃないですか。あ、そうなんですか。あ、舞台見に行きましたよ。また。また。友達の舞台を。あら。はい。まあそれなりに面白かったです。まあ、どれといったら誰はなかったということでね。いやまあはい。しょうもなさは変わってないって。いやいや、そんなことはないでしょう。はい。そうね、5週間前に名前が変わったんですね。はい、今日が第5回ですよね。番組が変わったので、確かにそうなんです。番組が変わったんです。そうですね、そうです、名前が変わったわけじゃないです、番組が変わったんです。なんで同じことを2回繰り返すんだよ。今ちょっとすごい共感したんで。そうですか。共感したことは2回言っていかないと。まあいろいろ番組が変わっておりまして、はい、こんにちは。まずですね、オープニングコーナーですね。はい、皆さんに選んでもらうというシステム。そうなんですよ、画期的、はい、なっておりまして、はい、今週のオープニングの候補はですね、こちらになります、はい、お願いします。はい、待ってください、なんでこれ2個しかないんですか。まずね、反応小説ですね。はいはいはい、はい、反響を呼んだ第1章の2話、はい、冷静とムラムラの間の第2話ですね。はい、これがね、僕はどうしても聞きたいんですね。ちょっと今回第1話は選択肢少な。第1話はあのブログの方にもうアップはされてるんですけども、はいはい、本当にね、2話が気になってしょうがないです。はい、まだ第1話、官能小説ってのに、はい、1個もエロくなかった。で、まあ、もう一つが、はい、超つまんないやつ。超つまんないコーナー。超つまんないから。いや、待ってください。そんな、皆さん、そんなわけないでしょう。冷静とムラムラの間に1票入れてもらいたいんですけども。いや、超つまんないコーナーって言ったら、なんかそうやってハードル下げるのやめてもらっていいですか。投票拒否したらどうなるの。それは本当勘弁しよう。先週4択だったのに。まあでもね、どうし先週ね、4択で官能小説が 0% だったじゃないですか。はい、そうなんですよ、大人気じゃなかったというか。 0% っていうのが4択で 0% だったんで、僕は正直今日は2に行くと思います。皆さん、ただ僕はどうしても1が聞きたいです。いや、多分僕の流れだと 87% ぐらいで2だと思います。マジ。はい、官能小説聞きたくないよ、みんな。2のが気になる。ほら、官能小説つまんなくないよ。こっからだって、そんなね、第1章、あの、はい、ワンセンテンスっていうんですか、何ですか、はい、はい、第1章ですからね。あれだけで面白いわけないです、はい、こっから面白くなってくるはずなんですよ。ほう、なるほどね。太川、太川さんいらっしゃいませ。いや、呼ばれた気がした、うん、そうですよ、読んでおりました。さあ、ユーストリームの方でもね、聞いてる方はもしかしたらいるかもしれないんで言っておきますと、はい、官能小説と超つまんないコーナー、どっちをやりたいかってやってますんで、はい、もしいらっしゃってコメント書き込めるようでしたら、はい、はい、1% プラスしましょう。ちゃんと1% じゃねえか、30% ぐらいプラスしたほうがいい。だって1% ってことは100人いないと1票 1% ってことでしょ。いや、ちなみにですね、どっちでもええって言われてますけど。なんでだよ、どっちでもよくないよ。じゃあもうそろそろ結果決まったんじゃないですか。ここまで制作者とリスナーが離れてる番組は珍しい。そう、こんなに身近に感じてるこっちは。いや、もう隣にいると思ってるよ、みんなが。はい、ぜひね、はい、なんすか、今日はTBS ラジオ聞いてるんで、へスマホ参加。あ、おー、はいはい、 ね、ありがとうございます。パソコンの方はそっちに占領されてるからね。なるほどね。よくそんな両方同時に
すごいですよね。まあ主に TBS ラジオでしょうボリュームでいくと8、2ぐらいですかね。はい、ボリュームで言った意味が分かんないんですけど、ボリュームで言うとですよ、はい、TBS ラジオのボリュームが8で、あ、なるほど、ね、僕らの方が2ぐらいなんじゃないですかね。さあ、じゃあそろそろ集計出たんでしょうか、はい、出たと思いますよ、はい、お願いします。はい、なんだよなんでだよ。あー、ちょっとパーセンテージ決まり違いましたけれども、超つまんないよあ、4人なのかな。本当だ、すごい割り切れてるねなんだよ、はい、じゃあ超つまんないコーナーなんじゃないですか。じゃあ楽しいコーナーだと思いますので。超つまんないよ。はい、そんなことないでしょう。さあ、じゃあ、はい、ですね、この超つまんないコーナーは、はい、ちょっと写真をみんなで見ようというだけのコーナーなんですが、はい、じゃあこちら探すゲーこちらの写真をじゃあお願いいたします。どうぞ。ムラムラ写真家。おお、ムラムラ写真家だったんですね。そう、はいはいはい、名前を変えてなんとか小説に持っていこうと思ったんですけどもね皆様はこの違和感気づいていただけるでしょうか。あのね、はいはいはい、ディズニーエッグバッグポーチ、卵型の可愛いポーチ、多種類多数あり、うん、全15種類ある。全15種類ディズニーエッグバッグポーチがね、はい、全15種類その中にあのケロケロッピケロッピーは1種類の中に入ってるんですかね。いや、入ってないサンリオじゃんほぼサンリオだったっていうね。何でしたっけ、なんか何でしたっけ、サンリオ結構いいですね。ほぼサンリオでしょ。キティって書いてある字も見えますしこの何でしたっけ、キキララちゃんもいるし、ただ、はい、ちょっと半分顔半分ですけど、はい、スティッチがいます。スティッチの茶色いのがいますね。それもディズニーですと、まあ嘘ではないのかな。そうですね、うん、左を取りなさいってことですよね。ディズニーが欲しい人、ディズニーが欲しい人ね。ただあんな全面にディズニーつっといてこの量の差はなんだみたいなね、さあさあさあ、はあ、というわけで、はい、この超つまんなコーナーは、はい、これで終わりですよ。え、みんなが感動小説選ばないから。いよいよ、まだ、じゃあ2枚目いきましょうか。2枚目ね写真館っていうわけですから、これがまず 前菜ってことですよね。え、前菜がこれで、いや、これ本編です。これメインですメインを見せます。メインディッシュです、これは。メインディッシュですか。はい、ありがとうございましたありがとうございます。これちなみに浅草です浅草なんですね、はい、へえ。こんな浅草は嫌だに、はい、入れようと思ったんですけどボツになった写真ですね。なるほど、はい、分かりました。コメントいただきました、はい、最低のオープニングで1よりマシだよ超つまんない。だからそう言ってんじゃん、超つまんないコーナー、ね、だから感動小説にしたったんだよ。どうしたらいいんだろう。いや、でも感動小説もそれなりにつまんないんじゃないですかね感動小説がいいよ。尺の節約ですねそう、超つまんないって言ってんのに、はい、超つまんないって言われてるんだから、はい、褒め言葉として褒め言葉、ああ、うん、本当ですね、ありがとうございますさあ、幸先のいい滑り出しをしたところで、はい、以上超つまんないコーナーでした。ありがとうございました。なんすかこれ、なんすか、ちょっとこの画像の荒い感じの問い、いや、なんかアーティスティックでいいんじゃないですか。え、なんか続くと思ったんですけど結局電車に乗れないだけっていうストーリーですか。そうですね、特にストーリーとかないです。ストーリーないんですか、はい、電車が来て、電車が扉が開いて、お、はいはい、感動小説なら食いつくそうですよ。おお、はい、あ、もしかして今の乗ろうとしてた人は、はい、細い先輩だったってことですか。いや、それは分かりません。来週見てください。もう来週、はい、お、続きがあるんですね。ナイス、あれをもう一回見て感動小説聞きたかったべ。ああ、ありがとうございますね。そう言っていただける方がいればありがたいですね。 25% だったからな、感動小説、はい、ありがとうございましたというわけで、はい、コーナーの方行きたいと思います。はい、よろしくお願いします。全力100本ツッコミよっ。こっちをまたしょっぱらに持ってくるわけでございますね。
え？しょっぱなにこれをまたこのしょっぱなの超つまんないこんなやったでしょ。さあというわけで、はい、本日はですね、はい、なかなかあれですね。うん。何ですか？人少ないですか今日？どうなんでしょう。こんなもんですか？こんなもの。この番組こんなもんですか？こんなものっていうのも変ですけど、いつも通りだと思いますよ。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ頑張っていきましょう。対策していただいて、皆さんに書き込みをしていただいて、はい、それがボケだろうとボケじゃなかろうと拙いツッコミを入れていこうかなというコーナーでございます。はい、大蔵さんがね100本ツッコむということで、はい、私カウンターを持って100本数えたい。お前絶対カウンター途中で投げ出すじゃん。なるほどね、体力があるうちにやっとく。100本も何ツッコむのって言われてますよ。穴ですよ。いや穴という穴に100本ツッコんでやりますよ。いやいや、前回2本やって1本丸々してたね。いやそんなことないよ。というわけで、お題いきましょう。本日のお題こちら。はい、病院ですかね。病院ですね、はい、それではこれより手術を始めるメスといったところ、助手が何と言ったのかという、うん、はいはい、なるほどなるほど、裾野の広いお題でございますね、はい、これを大蔵さんがもうバシバシ突っ込んでくれるわけですね。え、なんなんお前。もうバシバシ、お前番組を潰そうとしてる。いやいやいや。これは楽しみですよ。あ、そんな中ですね、モグワイさん来てくださいましたね、ありがとうございます。はい、今来ましたということで、はい、ブログの方にペタありがとうございます。あ、ペタをやってくださったんですね。うん、名前ついてましたよ。はい、ありがとうございます。だけどね、はい、どうでしょうか。いやー、もうバンバン来ておりますね。嘘つけよ。俺も一緒に見てんだよこれ。さあ、追いついてしまうとね、はい、成立しませんのでね。いや、逆に追いついたら追いついたらいいんじゃないですか。あ、そう、はい、やるじゃん。いや、やってみますか。さあ、じゃあ行きますか。それよりも前から読んでいくっていうのもありますよ。え。いや、それ任せます。じゃあもう木村さんに。あ、本当ですか。それではじゃあどうしようかな、どうしようかな、前から読んでいこうかな。え、それではこれより手術を始めるメス。追求しない、追求しろよ。メスメスっつってんの追求しないってどういうことだよ。そうだよ、疑わずにメスをよこせばいいんだ、それでいいんだ。それは追求しない。それではこれより手術を始める。メス。反応小説聞きたかった。そんな前からやんの。勝手に聞けよ反応小説。今手術に集中してください。それではこれより手術を始める。メス。体力があるうちにやっとくか。俺のセリフを食ってくんじゃないよ。俺のセリフ食おうとしただろ。ちょっとすみませんね、はい。それではこれより手術を始める。メス。キャンプも何突っ込むの。穴という穴に突っ込む。メスだよ。それではこれより手術を始める。メス。前回2本やって1本丸投げ捨てた、丸捨てたよね。もう噛むんじゃないよ。丸捨てたね。丸捨てたよね。捨てたね。ひどいなお前助手。それではこれより手術を始める。メス。はい、ローラじゃないよ。ローラじゃないこと分かってる。ローラいたら大変だよお前、オペの現場が。それでは、うるせえのしつけえの。それではこれより手術を始める。おい。何言ってるか分かるだろうお前。これより手術を始めるの。メス。8時からゆかちんだもんな。今週は苦しいな。誰だよ。元カノか俺。知らない。それは知らない。それではこれより手術を、新しい情報手に入りましたよ。それではこれより手術を始める。メス。今来ました。なんで遅れてんだ。もういろいろいる状態で俺メスもらおうと思ってんだからさ、まあ、ギリギリ間に合ったからいいけどさ、メスさえくれれば。それではこれより手術を始める。メス。メガです。でかいなそのメス。メガメス。メガつけたらもうでっかいやつになっちゃうよ。もう死んじゃうよ患者さん。それではこれより手術を始める。メス。はい、メスシリンダーのこれでね、すごい微妙な水の量も測って、この血液がどれだけ出てるか。ラチがかねえよそんなの。4デシリットルぐらいなんですかね。ラチがかない。今腹を裂くから、今からね、量とかかりたくない。それではこれより手術を始める。メス。私はオスが好みよ。オスギです。モノマネのクオリティ。そんなこと聞いてるんじゃないんだよ。メスをください。オスギさんだとしてももう一刻争うんで。いや、オスが好み。いや、一刻争うんで。それではこれより手術を始める。メス。
ちょっと黙ってて寝てなさい、患者さん。患者も起きちゃってるの、麻酔が効いてないね。まず麻酔しよう。それではこれより手術を始める。メスからの、まずメスちょうだい。からのもするから。メスもらったからの、からを裂いたりするから。メスとは言わずに。言わずにってどういうことだよ。メスはもうメスだろ。欲しがるね。欲しがってる。そりゃメスないと始まんないからね、手術は。それではこれより手術を始める。メス押す。いや、挨拶はいいんだ。挨拶今しなくてもいいんだ。メスくれ。それではこれより手術を始める。メススイススイカ。ダジャレや、ダジャレじゃねえや。カラス。ダジャレだし、しりとりやってんじゃねえんだよ、なるほど。それではこれより手術を始める。メス。はい、紫の野菜。お、まるで健康になれってか。医者の不養生、やかましいわ。それではこれより手術を始める。メス。ミス。もう俺ミスしちゃう感じにしないでよ。メス持った瞬間ミスりそうだよ。なんかそう、吸い込まれるから。それではこれより手術を始める。ミス。なんで今ミスって言いました。あ、本当？やばい、天然で、天然でだ。失礼。それではこれより手術を始める。メス。テンション上げていきましょうか。ちょっと待って、何の指示出してきてる。テンションが上げないよ、別に。ローテンションでいきます。もうちょっとテンション上げてもらっていいですか。だ、うちに秘めてるから、テンションは。ちょっともう、血を見たらテンション上がるから、勝手に。もう2オクターブぐらいですね。オクターブで、オクターブってなんだよ。それではこれより手術を始める。メス。寿司。だから、しりとりやってんじゃねえの。しりとりやってんじゃないの。それではこれより手術を始める。メス。あ、まいっか。いや、気になるな。気になるな。メスに何かあったな、完全にな。それではこれより手術を始める。メス。今日も来ました。バイ本田圭介。今日は来ていい。先週来ちゃダメなの。先週はね、でも活躍しましたからね。そう、先週中村翔。はい。それではこれより手術を始める。メス。先生、フォークとナイフしかありません。じゃあもう消去法でない。それではこれより手術を始める。ステーキしか切れないです。ステーキ切れんだったら切れんの。それではこれより手術を始める。メス。メスを医者に投げてブシャーブシャーブシャー。切ってんじゃないよ。それではこれより手術を始める。メス。それでは私も手術を始める。メス。あ？なんでお前違う手術始めちゃってんだよ。メスってなんだよ。メスって、メスじゃねえのか。それではこれより手術を始める。メス。はい、カブトムシのメス。そうそう、このカブトムシのメス、この角がなくてがっかりして違う。これそのメスじゃない、俺が欲しいの。あ、オスの方ですかね。いや、オスでもダメ。その角でどうこうとかじゃないから。それではこれより手術を始める。メス。イライラするわ。あ、何が面白かったんだ今。なんで笑ってんの。やめろお前それ集中に。それではこれより、メスって、メスってしつけんだよ。それではこれ、それではこれより手術を始める。メス。投げます。手渡しして、そこは。それではこれより手術を始める。メス。はい、ジャル。ジャル。ジャル。メスって言ったらジャルが来るの。ジャル。会社が、会社が来ちゃうの。あ、アナの方で。いや、アナでもないよ。メスって、メスだよね。全然違うもんだよ。それではこれより手術を始める。メス。オス。さっき聞いたわ。それではこれより手術を始める。挨拶の方のオスですね。さっきの違うの。オスとオスで何が違うの。それではこれより手術を始める。メス。いや、すいません、後にしてもらっていいですか。今すごい空気。それではこれより手術を始める。メス。嫌です。なんでだよ。もうクビだよお前。やめちまえ。それではこれより手術を始める。メス。ですよね。だよ、そうだよ。ですよ。メス、メスですよね。メスですよ。ちょっとチンタラしてらんねえんだよ、このメスのやりとりで。それではこれより手術を始める。メス。え、メスですか。メス。メスですか。メス。好きよね。何の話。医者も好きよね。好きだけど。それではこれより手術を始める。メス。患者より私を愛してみました。多すぎです。なんで最後だけ困るの。前半からモノマネしろ。それではこれより手術を始める。メス。 What? 日本語通じねえよ。支障出るわお前。日本人でお願いします。
それではこれより手術を始める。メス。エージェントスミス。その略ではない。なんだエージェントスミス。目入ってねえし。それではこれより手術を始める。メス。トンジャ。どういう意味？トンジャ。トンジャ。なんだトンジャ。トンジャってなんだ。説明してみろ。それではこれより手術を始める。メス。はい、そうね、インディアのね、ちょっとね、斧のね、そうそうそう、これをね、こうやってな、こうやってな、ズンデッテッテ、ズンデッテッテッテ、もういい、無理だ、もう無理だ。それではこれより手術を、全然突っ込まない。それではこれより手術を始める、メス。いや、バカに刃物持たすなってばあちゃんが言ってたからさ、やましいわ、医者になってんだ、これ。それではこれより手術を始める、メス。んじゃの巣だっけ、とんじゃってやっぱそういう意味だったじゃん。それではこれより手術を始める、メス。その前ちょっと腹ごしらえしない、事前にしといて、事前にしといて、時間ないかもしれないけど、ちょっとパクパクっと食べちゃう。よく食えんな、この子。それではこれより手術を始める、メス。ちょっと何言ってるか分からない、サンドウィッチマンさんじゃない。それではこれより手術を始める、メス。スメ。スメってなんだよ、業界用語とかないんだよ、そこには。スメ。スメ、メスだよ。スメ欲しいかな。スメいらねえ、メスくれ。それではこれより手術を始める、メス。ボコ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 、あなたが欲しいのはこの黄金のメスですか。それでもいいよ、それでもいいからくれよ。もう嘘つきな人に、嘘つきってなんで、欲しいんだ、欲しいのは本当だろう。何もあげません。それではこれより手術を始める、メス。1本500円になります。ここで商売すんの、なんで業者がここに持ってるでしょ、金いっぱい。それではこれより手術を始める、メス。BGM はサブちゃんでいいですか。なんでサブちゃんの BGM 乗せて手術しなきゃいけないんだよ。拳食いちゃうだろ。つーびんだお前、つーびんだ。なんかもうすごい手術祭りぐっちゃぐちゃにしちゃいそうじゃねえか。それではこれより手術を始める、メス。今でしょ。そうだよ、今だよ。今でしょ。今くれよ。いつ手術するんだ。今だよ。それではこれより手術を始める、メス。メイス。メイス。あ、そういいね。メス。あ、そういいね。Thank you. メス。メス。メス。Thank you. メス。それではこれより手術を始める。ごめん。ごめん。もう食ってくんじゃん。ごめん。さに謝った。食ったことをごめんって謝った。ごめん。ごめん。ごめん。面白いじゃん。ごめん。面白い。それではこれより手術を始める。メス。ファイナルアンサー。もそんな迷うとこじゃないんだよ。まずはメス使うでしょ。テーフォン、テーフォン、テーフォン、テーフォンが使わねえよ。50-50メス。ファイナルアンサー。ちょ5秒待ってもらって。それではこれより手術を始める、メス。あの先生、あの真っ暗闇したゲームでいっぱい失敗しますけど、2回目大丈夫ですかね。いっぱいって言っちゃったよ。失敗して2秒目は大丈夫かな。大丈夫ですかね。最後の最後の最終回で1回失敗しますけど、うるせえ、読めてねえんだ。それではこれより手術を始める、メス。いや、シリンダーとかの小学校の理科以来ですよね、聞くのに。ちゃんと読んでよ。メスシリンダーね。メスシリンダーね。メスシリンダー。メスの、そう。続けて読んでほしかったんじゃないの。あ、メスシリンダーとかちょっとね。それではこれより手術を始める、メス。ライトセーバー。ウォン。ウォン。おお、その力を信じる。ブキシュー。ああ。それではこれより手術を始める、メス。患者のリアクション。なんだよ。いやだいぶやばい、つもり入ってきました。何、追いつけないじゃん。やばい、ですね、今。なんだよ、やばい、休憩。全然読めない。やばいやばいやばい。うわーってやる大沢さんがやった時に、誰も見てないのに、めっちゃめっちゃ体揺らしてたじゃないですか。俺ずっとジェスチャーしてるじゃん。俺だってさ、毎回それではこれより手術を始めるメスって言ってる時、こうやってやってっからね、手こうやって手袋つけたりしてるから。誰も見てないのに。おい、バカにしてんのよ。いや、ちょっと視界に入った瞬間もいや、ちょっとごめんなさい、ほんとごめんなさい、やばい、目涙出てきた。あー、すいません、失礼しました。あー、大丈夫です、失礼しました。行こう。あー、それよりこれ、それではこれより手術を始める、メス。
あのその前に麻酔をかけた方が。そうだね、じゃあ麻酔室行こう。それではこれより手術を始めるです。刺身包丁でいいですか親方。なんでここ厨房見たくなってるの。これ マグロ先来た方がいいんじゃないですか。じゃないのそんなのは。いかんじゃない、でも手術室ここ。それではこれより手術を始めるです。ちょっとあの BGM 音下げてもらっていいですかね。それは何番組的に。下げない、下げません。それではこれより手術を始めるです。アルゼンチン代表のサッカーの人なんだね。それメッシ、あのね、あのいいよねあの人、それではこれよりすごい好きなんだね。それメッシ。それではこれより手術を始めるです。はい、切ったものがですねこちらの方になります。その料理番組だくなんねんだよ。3分後のチンしたの状態が。そんな料理番組だくなんねんだよ。赤身がね、突っ込んだらやめてもらえませんかね。追いつけないから全然。それではこれより手術を始めるです。せーの、ほい。もう投げんじゃない。投げるんじゃないお前。危ないな、ちゃんと取れたからよかったけど。それではこれより手術を始めるです。遅れました、始めましたの助手です。今挨拶しなくていい、後にして。それではこれより手術を始めるです。カニのハサミしか見当たりません。それじゃ無理だな、買ってきて。持ってこようか、どっかから。誰かのね、っていうよりなんでカニのハサミあんだここに。500円で売ってましたね。それではこれより手術を始めるです。メスシリンダーじゃなかった。メスシリンダーの話いい。メスフラスコとメスピペットのどっちですかね。駒込ペピットとかじゃないの。あんのメスペピットなんて。それではこれより手術を始めるメス。サイズどうしますかね。普通のやつ。特盛りとかにします。特盛りってなんの、牛丼食ってんの。それではこれより手術を始めるメス。メスって何ですかね。もう帰れよお前は。足でまとめこら。ちょっとメスメスって言うと補聴器しか分かんないですね。なんで補聴器分かんない。それではこれより手術を始めるメス。分かりません。またお前か。帰れっつっただろお前。お前帰れっつったらまた出てきたの。それではこれより手術を帰り方が帰り出口が分かんない。出口が分かんないじゃねえよ。それではこれより手術を始めるメス。メスってどれでしたっけ先生。全員同じやつだろお前さっきから。バカバカ嫌だって。帰れお前は。それではこれより手術を始めるメス。はい、暑いから火傷しないようにね。なんで温めてんだよ。普通の温度だもん。よく切れるよ。それではこれより手術を始めるメス。人切るのよくない。みんな手術よくしようとしてることなんですよ。まあ、その賛否両論あったみたいですけどね。西洋医学が入ってきた時はね。それではこれより手術を始めるメス。スルメ。まだやるか。まだしりとりするか、この子に及んで。目ですよ、目。すげえ、メス。スルメ。一生続いちゃうね、これ。一生続いちゃうしりとりだね。それではこれより手術を始める。メス。お前がよこせよ、メス。なんでお前が手術しようとしてんだよ、助手。助手。やってみたいんだよ。助手が。やってみたいんだよ。うるせえ。立ててんじゃねえか、それではこれより手術を始める。メス。セットで買うとお得ですよ。また来たな、セールスマン。2本で980円なのに。20円安くなってんだ、買っちゃおうかな。それではこれより手術を始める。メス。メッシュでしょ、そこはもう先生、全然分かってない。なんでだよ。メッシュでしょ。なんでここで手術始めるメッシュって言うんだよ、わけわかんないよ。メッシュでしょ。え？メッシュじゃない。メッシュじゃないの、アルゼンチンの代表の選手。いや、さっき正解したでしょ。それではこれより手術を始める。メス。いやいや、ピザ切るだけで大げさでしょ。オペ今やろうとしてんの、オペ。マジピザでしょ。オペピザーラのピザでしょ。それではこれより手術を始める。メス。ちょっとメス見当たらないんだよ。チェーンソーでいいですかね。大掛かりになっちゃうな。人殺すやつだ、それ。人殺すやつではねえ。木切るやつだ。そうだ。それではこれより手術を始める。メス。食べました。すごいねえ。食べたんだ。びっくり人間だ。それではこれより手術を始める。一回びっくり人間出れば。うるせえよ、見つけんの。出たことあんのか。ありますね。すげえな。僕がしたやつ見せてくれ。それではこれより手術を始める。メス。スパークリング。どういうことだ。スパークリングってなんだ。メススパークリング。はぁ、新発売。メッツ、メッツ。やっと分かった、メッツ。それではこれより手術始める。メス。あーすいません、昨日あのうまい棒を3等分するのに使っちゃいましたね。洗ってこい。シュガーラスク味ちょっと3等分しちゃったんで。そんなのあんのか今。最近新商品でございます。うせ。それではこれより手術を始める。メス。お前はもう持っている。あ、本当だ。あなたは。ビビブー。なんだこれ。
全く見えないゴール。それではこれより手術を始める。メス先生、僕の息子が元気です。なんで今勃起してんのかな。ねえ、何に興奮してんのかな。むしゃぶる、むしゃぶるいだよ。で勃起してんのかな。切ってやろうか、このメス。それではこれより手術を始める。メスアンゴール。まだ一回やってないんだ、一回もやってないんです。手術にアンコールとかない、それミスってるからね、アンコールって。手術のミスイコール。それではこれより手術を始める。メス。患者が逃げました。なまじゃあ、おうか、まずね。まずおう。先生も行くから。それではこれより手術を始める。メス。いつですか？今。どん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 する。あ、今なんだ。今でしょって言わなきゃいけなかったのか。それではこれより手術を始める。メス。メス？いや、俺はオスです。性別聞いてるわけじゃないです。メス。あ、いい、俺はオス、オスです。もうこれいいわ、もうガチャもないまさかのこと。それではこれより手術を始める。メス。いや、その前にセーブしとかないと失敗したら最初からなんで RPG やってんのトルネコの男女みたいな感じになっちゃう。それではこれより手術を始める。うるせえ。それではこれより手術を始める。メス。俺の親父が言ってたんだ。おい、メスだせ。俺と同じだ。は？意味もわからない。それではこれより手術を始める。メス。メスがどうした？持ってこいっつってんだ。持ってこいっつってんだ。それではこれより手術を始める。メス。まず消毒だろうが、この素人が。消毒はなんかもう別の助手がやってくれてるんだよ。そういう体でお願いします。それではこれより、それではこれより手術を始める。メス。いや先生、これでメッセージの100回目ですよ。マジで100回いった。100回ですよ。今何回目？今95回目でございます。すげえ。それではこれより手術を始める。メス。いや先生、指臭いんで洗ってもらっていい？なんで俺の指嗅いでんの。手袋してんだから大丈夫だよ。手袋の先から匂ってくるんだよ。すげえな俺の指。それではこれより手術を始める。メス。先生、まだ富士2合目です、ね、どこで手術してんの。しかも登りながらか。まだ山頂でやります。山頂でやるんの。空気薄いところで死んじゃうよ。それではこれより手術を始める。メス。本日番組予約1件ですが、このままやっちゃいますか。やっちゃいます。やっちゃいますか。もうそんなもんいいです。関係ないですか。ちょっと待て、市場に市場にメスが出たみたいな、はい、メスが売ってるらしいぞ。あまりもう97回もメスって言ってるから。これもう医療番組だ。ここまで来た。それではこれより手術を始める。メス。そんなにおかしいですかね。どういうこと。多分この時僕がすげえ笑ってた時だね。本当失礼しました。もう本当。それではこれより手術を始める。メス。先生、ここ歯医者ですね。そうか、じゃあウィーンってやつ。それではこれより手術を始める。メス。メスがどうとかのオスがどうとか小さいことはあんま気にしない方がいいと思うんですよね。わかちこわかちこ。それではこれより手術を始める。メス。はい、ドーン。心の隙間を埋めてください。おめでとうございます。100本決定突破しました。おめでとうございます。いや長いですね。いやそしてまだまだ書き込みいろいろあります。ありがとうございます。なんかいろいろありますよ。はい、まだまだ。お、これ面白いですね。あ、いきますか、うん、それではこれより手術を始める。メス。メスディレクション。違うところに視線を。手品やろうとしてるこの調子。ありがとうございます。本当にありがとうございます。いやファンファーレが途中で、あ、今や100円入れてねっていうの好きですけどね。100円入れてるの面白いね。さあ、なんだろうな。どうでした、初めて100回達成した感想は。いやなんかいつの間にか上がってましたね。いつの間にですか。はい、ランナーズハイみたいなのもなく。残りラストですとか言ってくれれば、あ、じゃあ頑張ろうとか思ったけど、ぬるっと終わっちゃった、ね。なんか不完全燃焼で終わりました。あ、本当ですか。さあ、じゃあベスト書き込み、ベストボケを選びたいと思いますが、これは私の独断でいいんでしょうか。いいと思いますよ。はい、あ、メスディレクションも良かったけどな、100本に間に合ってないからな。ね、はい、ゴメスか、はい、ゴメスは木村くんありきだけど、はい、木村くん食っ
って、はい、謝るときはゴメスって言ったのが面白かったから今後謝るときはこの番組ゴメスにしようかなと。それかライトセーバー。ライトセーバー僕も好きなんですよね。っていうかもう完全に僕はハマっただけなんですけれども、そうそう、だから印象に残ってしまったんだよねうわーって言ったときに大蔵さんがすげーブルブルしてたのを未だにあの僕の脳裏に焼き付いてるんで。じゃあ木村君がライトセーバーがいいって言うんで、はい、ゴメスおめでとうございます。ゴメスと書き込んでくれたあなた、はい、メールをください。赤サッカードットプラスアットマークトーツドットコム、何かしら差し上げます。 BGM はサブちゃんでいいですか。もう僕好きでしたけどね祭りだ祭りだぐちゃぐちゃぐちゃ、面白かったですね。もっとお題用意してたんですけども、いいですね。あ、そうですか。はい、というわけで、以上全力100本ツッコミでした。ありがとうございました。やった100本達成したとか言ってたらさ、はい、ちょっと1個初めてなのっていうそうですね、第1回目からやってるコーナーで、まあ、だいたい毎回50本ぐらいで50本ぐらいで、まあ、原因は僕なんですけどね。いや、そんなことないですよいやそうね、やったね。今日はお題が良かったのかもしれないですね。皆さん書き込みやすかったのかもしれないですね。わかんないですけど、はい、まあ時間を気にせずやってしまったので。そうですね、かなりちょっと巻いていきますか。はい、はい、いや、いいですよ終わっちゃったらそこで終わりましょう。はいR18 相談室とかどうでもいいですか、ね、一番書き込みが多くなる時ですからあ、そうか、はい、さあ行きましょう。続いてのコーナーいきます。罰ゲーム発表。なるほど、罰ゲーム発表でございますね、はい、はい、なんだこれ、はい、すごい大蔵さん昔お笑い番組でツッコミをしてたみたい。お笑い番組でというか、そうね、まあ、番組をやってなかったんですけど、我々コンビでね、はい、そうですね。さあ、前回木村くんが負けましたので、はい、罰ゲームは木村くんの、はい、しょうもない iPhone じゃなくて何スマホでやるんですか。今回はですね、ちゃんとあの、はい、僕写真があの画面に出るようになりましたね。お、今日からは、今日からはあの スムーズにサクサク進んでいくと思います。マジっすか、はい、縦横になって鬱陶しいのがもうなくなるんですね。鬱陶しいのがなくなりました。ちょっと僕なりに改善したんで。いや、本当に自腹っつってるけど、はい、本当に1個も経費落ちてないからね。そうなんですよね、うん、むしろあのマイナスですからね、どんどんあの。そうなんだよ、はい、じゃ あの早速紹介していきたいと思います。経費落ちねえのかな、うん、最初の写真こちらでございます、はい、うわー写真綺麗、すごい。ちょっと見えてます皆さん。見えてますはい、いやさすが、分かりました場所が。さすがスマホの写真綺麗ね。あ、大蔵さん分かりました。分かりましたよ。これ分かりますか。僕だって、僕が前回罰ゲームでロケ行った浅草じゃないですか、はい、めちゃくちゃ目と鼻の先ですからね。あ、そうなんですか。そうだよ、そんなに簡単にあるんですか。あ、名古屋っぽいって言われてるんで、名古屋なんですか。名古屋こんな感じなんですか。川口かな、名古屋っぽい。シンガポールシンガポールここシンガポールではないです、正解はですね、こちらでございます。はい、わかんねえよわかんねえよ。ちょっと見えるでしょ。んスカイツリーが見えまして、うん、じゃあ、あ、スカイツリーの根元か。あれ根元で、手前がですね、空町になっております。はいはいはい、はい、押し上げでしたね。押し上げ、あ、そうですね、正解は押し上げでございます、うん、はいはい、はい、あ、名古屋っぽいんだ。エセ iPod の頃とは見違えるようだと、ね、ありがとうございます。成長しておりますこの番組札幌って言われたら信じたビルとスカイツリーが同化して分かりにくいです、ね、分かりにくいよね。あの、すいません、これね、あの信号渡るときに急いでパシャって撮ったんでアングルとか全然考えず撮っちゃったんでこんななっちゃったんですけど、まあ、このちょっとスカイツリーの方に行ってきました。スカイツリーといえばこちらですね。写真、次の写真お願いします。あ、はい、スカイツリー、はい、スカイツリーこちらでございますね。あ、ブロック、何これ、中、これナノブロックでできたあのスカイツリーでですね、なんと値段ちょっと見えるかもしれないですけど、2790円でございます。何それ、どこ値段、ナノブロックで見える、あの、うわ、2790円でございます。高っ高っ。この隣の空町とかも再現されてるんで、あ、これ全部で、全部で、これ全部で2790円でございます。え、ちょっともう一回引きで見せてもらってもいいですか。はい、これだから1メートルぐらい、周りのビルもあって、はい、そうですね、1メートルはないですね、はい、あ、そんなでかいんだ。そうです、こちらがスカイツリーでございますね。
へー、はい、何これ、スカイツリーの中にあるの？中にある、あの空町の中にあるナノブロックという店で展示してありました、うん、無駄に高いって言われてまあこれはあの木村君作ってみればいいじゃん。いや、じゃ あの買っていただければすぐ作りますけどあの自腹では絶対買わないですね、はい、買わないの、はい、これは買えないですね、さすがに、ね、はい、じゃあ次の写真見ていただきましょう、ね、次の写真はこちらです、うん、はい、はい、こちらがですね、ナノブロック、レゴブロックでできたスカイツリーでございます。これはですね、空町、これは違います、これはあのレゴの展示会の時に行ったんですけれども、これはあのオリジナルで作ってるものなんで3メートルぐらいあります。へー、だからこれ多分値段で言うともうすごい金額になると思いますね。3メートルあるかどうかがいまいちピンとこないね。あの周りの建物と見ていただければ分かるんですけど、周りの建物何周りの建物、周りの雰囲気と見ていただければ、周りの雰囲気、はい、だって前後になんか何もないじゃん、タバコとか置いといてくれるいや置けないですからあの後ろのあのパイプ椅子とか見ていただければ遠近法がすぎるじゃんいや、これがね、こういう、まあ、スカイツリーがいろいろ皆さん作ってるということで、紹介しました。まあ、本当のスカイツリーに行った目的はですね、うん、次の写真こちらでございます、うん、ショートショートフィルムフェスティバルというものが開催されておりまして、あ、はい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 、はい、ちょっとあの関係、あの知り合いの監督さんが作品出されてまして、はいはいはい、ちょっと見に行ったんですけど、これ国際映画祭、え、国際映画祭、え、違います、ショートショートフィルムフェスティバルです。国際映画祭かっつって何ですか、国際短編、短編映画祭でございます。アメリカアカデミー賞公認国際短編映画祭だ、はい、ですけど、これあの僕あのスカイツリー会場に行ったんですけれども、うんうん、空町の中に会場があって、うん、こちらに行ったんですけれども、うん、監督はですね、表参道の方の会場におられまして、うん、会えませんでした。それは連絡してなかったあのあのまさか2つの会場でやってるって僕知らなかったんで、もうこっちに、木村君としてはその監督に会って、はい、ちょっとでも顔を売ろうといやいや、そういう挨拶をしようと思ったんですけれども、ちょっとでも次の作品お願いしますよみたいなことを言おうと思ったらいなかったわけねいなかったです、まんまといなかった、はい、はい、残念でございました。なるほどね。まあでもまあ映像すごく面白くてですね、うん、でまあ映画見た後なんでちょっと空町を探検しようということで、さあ、はい、運営さんの技術力の上がりっぷりにびっくりということで、すごい、いや本当あのいろいろアップにしていただいてありがとうございます、はい、じゃあそんなわけでですね、東京ヘッドラインにこんなにデカデカと、はい、何ですか、何ですか、こんなにデカデカと特集されてたんだね。そうですね、うん、はい、で空町の方ちょっと軽く行ってみました、はい、画像の方こちらお願いいたします。こちらがですね、空町商店街という、うんうん、これが1階なんですけれども、はいはいはい、中が全部あの木目調になってまして、うん、ちっちゃい店がバーッとあるんですよ、すごいあるんですよ、うん、商店街がすごい綺麗だなと思って出た小学生の作品中が全部木目調ですごい綺麗なんですよ、うん、嫌な予感するよ、このまますごい綺麗だったっていうところで終わるんじゃないの、うん、よかったなと思って、出たおしゃれで幼稚園生の感想、おしゃれでかっこよかったです、うん、はい、でも何よりもびっくりしたのがですねおしゃれでかっこよかったです、おしゃれでかっこ、人も多かったですし、はい、何よりもびっくりしたのが、写真お願いします、こちらです、はい、なんとスカイツリーが建設中だったっていうのが一番びっくりしましたね。嘘つけよ、過去の写真だろこれもまだ全然できてなかったんですよできて1年ぐらい経ってるんだろびっくりしました、全然できてないんですもん。おい、そんな嘘つくかおい、そんなに嘘つきますか、あんた。びっくりしました、あ、捏造しちゃった、全然全然ですよ、ライトセーバーが市場に出たらしいですよあんたその嘘はひどいわ。いや、びっくりしました、俺浅草で人が死んでるやつ全部出てなかったんだよ全部その日に撮ったやつだからね、あれよく言いますよ、本当だからね、あれ死んでないでしょ、まあ、死んでないんだけどね、はい、あの、はい、まあ、あとまあこの後に僕ちょっと友達の舞台見に行ったんで、うん、そのお土産を買ったんですけど、お土産の方はこちらですね、なんとスカイツリー柿の種っていうのと、うん、スカイツリーサイダー、その長細いのにただ入ってるってだけ、柿の種が、柿の種がまでもこれあの実際80センチぐらいあって、うん、持つのが超大変だったっていう、お尻かじり虫がいる、そうなんですよ、なぜか分かんないです、これは何のコラボなのかよく分かんないんですけど、あとこのサイダー瓶なんですよ、うん、ペットボトルじゃなくて、うん、だからどっちも持ち運びが意外と大変でしたね。知らねえ買うとき分かれへん。そして僕今日あのちょっと違う視聴者の皆さんにまた違うお土産も買ってきたので、うん、あら、視聴者プレゼント、それを木村賞にしようかなと思ってます。あらあらあら、はい、いいじゃない、
はい、でそれは、まあ、もしかして番組の最後にみたいな感じですか。あのカメラがある時に紹介したいと思います。あ、なるほど、はい、はいはい、切り替えられる。で、空町見て終わりまして、またちょっと外の方に行ってみますと、あ、まだ続くんですね。まだ続きますね。なんだかなぁ。なんとですね、空町見て回った後に次の写真お願いいたします、はい、結構完成してたんですね。やかましいよ。やかましいよ。結構こんなに完成するもんなんだと思って。うるせえな。あんだけ今さっきは全然完成してなかったのに、うん、ものの1時間ぐらいで結構できるもんなんだなと思って。お前よく持ってきたなこの写真。隅田川からもここはいいロケーションで撮りました。これちなみに僕これ自前で撮ってますからね。そういう企画ですから。まあまあそうなんですけど、これ全部これこの水面に映ってるじゃないですか、うん、これって年に 2,3 回しかないらしいですよ。あとは全部風が強いと、だから当日僕行った時も風強くて、うん、反射しなかったんですけど、うん、待って待って撮った。すごい。これはいや僕が行った日はたまたま逆さスカイツリーになることはなかなかないんだ。なかなかないらしいです。これは本当は逆さスカイツリーの写真もあるんですけど、うん、今日は送ってないんで見れないんですけれどもね。よくわかんない。そんな中ですね、これがね、これが確か2011年です。これは2011年の写真。これはですね、実際は言っちゃった。普通に答えちゃった、うん、2011年です、これが。はい、完成間近です、ね、言ってたんだね、はい、だって工事中のやつがこんな何枚もあるのに。そうですね、完成してからは初めてですけれども。はい、ねえ、これ、うん、誰か楽しませるためにやってる。もう万人に受けると思ってやってます。ただ皆さん視聴者プレゼント期待しておいてください。番組の後半で、ね、そうか、はい、ね、発表します。そんな中ですね、空町に、こんなものを見つけました。次の写真お願いいたします。また空町戻んの？行ったり来たり。なんとですね、猫、うん、バスさんがおられましたよ。はあ。はあ。これちなみにジブリ美術館にある小学生しか入れない猫バスなんです。猫バスがジブリ美術館にあるんですよ、うん、で小学生しか入れない猫バスの中に入れるやつ。そうなんです。それのイベントがあって、頭の部分、これは左上にプレートがあるんですけど、ちょっと見えにくいんですけど、3代目猫バスって書いてあるんですよ。ああ、なるほどね。だから多分2年ごとにこれ入れ替わってて、これの3代目の猫バスの顔がここにあるってことで、はい、ちょっと触ってきました。触れる範囲であったんで。お、で落書きしてきた。いや、落書きとかはしてない。そんなことはしないです。そんなわけで、最後の写真をお願いいたします。まあ、夕日を見てスカイツリーの上からの写真なの。これはまあ都庁からなんですけど。これ都庁からなんですけど、まあ、夕日を見て。死ねー死ねー木村死ねー。ちょっと写真のサイズが全然違うんでね、もうちょっと申し訳ないんですけれども。はい、夕日が綺麗だったということをまあお伝えして。罰ゲームが決まってからロケに行くっていう趣旨だからね。夕日が沈んだ時っつって。まあこういう景色も見えるんじゃないかなと、はい、そういう期待をしつつ。まだね、並んでたでしょスカイツリー。全然並んでると思います、ね、はい。まあ入れないですよ。昼間登ろうと思っても夕方ぐらいまで待たなきゃいけないと思う多分。あ、そうですか。いや、ちょっと、はい、今日はお茶さんも見切ったらしく来てないぞ。見切られたんですかね、それとも仕事が忙しいのかな、ちょっと分かんないですけれどもね。皆さんも、はい、そんなわけで、素晴らしい街、空町に、はい、ぜひ遊びに行ってみてください、はい、そんなわけで僕の罰ゲームでございました。ありがとうございました。毎週思うけどさ、はい、いいタイミングでさ、はい、村子が人集まってないってくれるよね、なんかね。そうですね。悲しいタイミングで。お茶さんがいないんじゃ、リスナーどうやって喉を潤したらいいんだ。 ありがとうございますね、そうって言っていただいて。ちなみにですね、この僕が罰ゲームやってた間、うん、コメント一切伸びてないんです。15ぐらいしか伸びてないんですね。やめちまえよな、このコーナー。いや、僕は好きなんです。いや、失礼いたしました、本当に。日々進化してってますね、はい、今日はスマホからあれになっただけでも、いや、僕の中では結構、はい、進化したんじゃないかと思ってますけれども、もっと成長してくれたんじゃないですか。サクサク進めばよかったですね。すみません、失礼しました。今いいよ、そんな反省しない。はい、というわけで、続いてのコーナーいきたいと思います。はい、作詞。さあ、ちょっとお時間ございませんが、はい、楽しくやっていきましょう。はい、長くやっていきましょうね。
なわけやねさあ、あるメロディー流れます。それに歌詞をつけてください。我々が歌います。はい、本日のメロディーはこちら。ほう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 、語尾また長いですね余韻をねちょっと楽しむ曲です、ね、こんなにサクサク進んでいこうっていう中でデレレレデレデンデレデンみたいな、この曲の作詞を皆さんに考えていただいて、はい、はい、まあ、無理やり合わせますけどもね、はい、はい、でぜひ皆さん作詞の方を、うん、今日よよ何予知して書き込みしてくれる人いなかったね。そうですねなかなか難しいんじゃないですか、そのやっぱりね応援するコーナーはもうないのか、ね、応援団ね、うん、やりたいんですけどね。やりましょう、応援団、応援団のコーナーやりましょうよ、はい、どんどんいろんなコーナーやっていきましょう。さあさあさあ、はい、来てますね、うん、じゃあ、うん、僕、はい、お願いします。応援やって、応援じゃねえや作詞、あ、歌って、歌い上げてください。はい、音楽お願いします。どうしてなのよ シンプルだけどね なんでだろうね、まあそういう感じの曲調ではある。そうなんですよね、はい、すごいボロボロボロ雑巾のように捨てられた女の子の心の声かもしれない。ちょっとそんな だったらちょっと僕の歌い方がちょっと足りなかったかな。はい、足りなかったですね。もうちょっと気持ち込めて歌わないとダメですね、うん、歌はセリフのようにセリフは歌のように、ね、さあ、あー、なるほど、どうします。大豆さんいきます。僕いっちゃいますよ。じゃあとりあえず順番にいきましょうか。僕はこれにしようかな。はい、はいはい、お願いします。家に入ったのに死んだ、あれあれどうだ、あれ死んだデレーンっていうのなかったっけ気のせいじゃないですか、じゃあ。あ、気のせいか。いや、多分言ったんですよ、言ったんですけど、多分大豆さん気づいてないかもしれないですね。うわ、失敗したな、うまくできないな。木村さんお願いします。いきますか。じゃあ音楽お願いします。冷めても美味しい美味しくなさそうに聞こえるの、このリズム、このメロディーで。たこ焼きとかじゃないですかねたこ焼き冷めたら美味しくない、雑が美味しいんだろ、あれだからたこ焼き屋さんでこの曲が流れてたらもうみんな買いますからこれにしましょう。いきますか。かね、お願いします。玉ねぎ入れて、どうするんですかね。カレーに入れなかったんでしょうねあ、カレーを食べた時の感想の曲。いや、コクがないんでしょう、あの甘みがないんでしょうね。なるほど、玉ねぎ入れさあどうでしょう。あ、これじゃないですかね、新しいですね、うん、はい、音楽お願いします。博多の塩歯切れ悪いな歯切れ悪いな、いや、スタッカートで言ってほしいよね。博多ので言ってほしいですよね。いや、新しい曲ですよ。博多の塩すげえ尺取るな、CM のもうバーン塩移して、もう博多の塩で終わりですよ、もう。それで15秒使いましょう。なんか元気なくなるよわ、これ難しいな。これレレレレレで終わりだもんね。そうですね。なんかデレレンがあると思ってたんだよな。いや、これ大蔵さんいけますよ、これ。これですよね。いけますか。いけますよ、大蔵さん。俺いきますか、じゃあ。なんだろう、どれだ、どれのこと言ってんだろう、ね、じゃあ、僕いきますか。お願いします、お願いします。どうしようかな、いけるかな。音楽お願いします。それでも生きていかねばならない。やばい、やっぱ一個つけるの難しいそれでも生きていかねばならないってこと、どういうイメージだろうでもそれでも生きてまではすごいいい感じですよね。そうなんだよね、はい
じゃあこれもいっちゃおうかな。これもいっていいですか。あ、すごいですね。はい、どんどんいきますね。音楽お願いします。松木がうざい。ハンドだろ。おい、ハンドだろ。今のハンドだろ。ハンドだよね。松木がうざい。ハンドだよ今の。選手より早かったっていう噂ですよ。ハンドに気づいた。さあさあさあ、そろ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 ですね。そろそろ決めたいですね。あ、これかな、これかな。あ、じゃあお願いします。それでいいですか。僕ばっかり言っちゃって大丈夫ですか。はい、はい、じゃあ音楽お願いします。嫁さん欲しい。切実感がすごい伝わってきました。嫁欲しいんだろうな。彼女でもいいですけどね。彼女が欲しいでもいいですけどね。うん、なるほどね。なかなか秀逸の作品揃いましたが、はい、どうでしょうか。ベスト決めましょうか。じゃあ最後言っていいですか。お、行きますか。お願いします。音楽お願いします。40で童貞。そうなんだね。まあ、もう守り通してほしいよね。鉄壁の、うん、まあ、だからこのいいよね、メロディーに合った歌詞という意味では40で童貞は結構いいと思うんだよ。はい、はい、もう魔法使いですからね。そ、魔法使いなんだっけ。30超えたら魔法使いになりますから。そんな能力ない。さあ、というわけで、ベスト作詞を決めたいんですが、はい、あ、俺マライア作詞結構好きなんだよね。読んでねえけど。うん、読んでないんですか。せめて読みましょうか。マライア作詞結構豪華だ。でも悲しいやつがやっぱ良かったんだよね。ああ、なるほどね。40じゃないです。40ですね。40の方がテンポ良くねって。ああ、確かにね。ありがとうございます。40で童貞だね。ああ、本当ですね。それ100点ですね。うん、さあ、どれかね。お父さんが気になるな。この後の歌詞。お父さんがにするじゃん。読んでないでしょ。いやもう滑り込みお父さんがにする。滑り込み結構好きですね。大蔵さん滑り込み好きだよ俺。どうしてなのよっていうのも僕好きでしたけどね。それも気になるね。はい、じゃあ木村さん決めてください。え。お母さんもお父さんが僕的に好きだったのは、お母さん家に入ったのに死んだ。さあ、というわけで、はい、今週のベスト作詞は、はい、家に入ったのに死んだ。おお、ございます。家に入ったのに死んでしまったんですね。悲しいですね。どういう状況なのかよくわからないですけどね。全然わかんないですね。ドラクエとかだったんですかね。ねえ、はい、絶対敵出ないと思ってるところで出たんでしょうね。あ、村人に話しかけたら、そうそう、あとだから町入ってやっと宿屋入れると思ったら呪われた町で。さあ、素晴らしかったです。そうですよね。はいはい、それでは、メールをください。家に入ったら死んだと書き込みに押してくれたあなた、赤坂のトラス @1つ.com 何かしら差し上げております。以上、作詞のコーナーでした。ありがとうございました。皆さん、はじめまして。ナビゲーターを務めさせていただきます、プラコでございます。今日は皆様に赤坂プラスのご利用方法をご説明させていただきたいと思います。まずスタジオの予約についてですが、インターネットを使ったご予約方法とお電話でのご予約と2通りございます。私のおすすめは電話でのご予約です。わからないことや不安なことなどをスタッフと相談しながら予約ができるので安心です。こんなことをやりたいけど料金はどれくらいとか、どういう機材があって何ができるのかとか、不安なことはすべて聞いて納得してから予約できます。
インターネットからの予約はページ最下部にあるスタジオ利用規約個人情報保護方針によく目を通していただき、ご理解の上で必要事項をご記入ください。未成年の方は保護者の方の同意書が必要になりますので、お申し込みページ最下部から保護者の同意書をダウンロード、印刷後に記入したものをご提出いただくことになります。ご予約後は一度打ち合わせを兼ねてスタジオの下見に来られるのも良いかと思います。下見のご予約はお電話かメールでお願いいたします。ここがスタジオのある赤坂ビジネスプレイスビルです。このビルの地下1階にスタジオがあります。この看板近くの階段を降りればすぐにスタジオがあります。階段から見たスタジオの外観です。内部はこんな感じです。実際にスタジオの機材を見ながらスタッフと打ち合わせをしておけば、当日までに細かい準備ができてトラブル対策にもなりますね。音楽著作権に関してはユーストリーム側で契約を結んでいますので、歌を歌ったり演奏することができます。ただし CD などの音源はほとんどの曲がご使用になれませんのでご注意ください。なお赤坂プラスはユーストリーム以外のストリーミングや動画サービスでもご利用になれます。とにかくわからないことや知りたいことがあったらこちらまでご連絡くださいね。皆様のお越しをスタッフ一同心よりお待ちしております。テレテレテテレテレテテレテテレテレテン。さあ、アクティブ野郎のアクティブラジオ体操のコーナーです。本日もよろしくお願いします。アクティブ野郎さん、これまたやるの？本当ちょっとねどうしようか迷ったんですけども、やることになりました。さあ、ジブリから訴えられるぞということで、猫バスをじゃあできるだけ隠す運動を、あ、出ちゃったよ。よろしくお願いいたします。皆さんにはどんな体操をアクティブ野郎さん、あ、違う、どんなお題でもですね体操に変えてしまうというアクティブ野郎さんに確かに無茶ぶりをしていただきたいんですが、まあ、まずねこれかな、セックスって書いてありますね。CM 中になぜかセックスって書いてあるんで、はい、体操にしていただきたいな。ひどいっすねこれ。ひどい。あ、もう終わりだこの番組。もう終わりだ。さあさあさあ。やめとけよ。俺のせいかもしんないけどさ、木村の声したぞって言われて。さあさあ、行きましょうか。なんか、行きましょう。モザイクが入る。大丈夫です。大丈夫です。こっからもう真面目なやつしかないですから。はい、真面目なやついきますよ。おじさんに下半身を突っ込む体操。後ろのおじさんに下半身を突っ込む体操。あ、これダメだ。ダメだ。俺しか笑ってないパターンだこれ。ひどいこれは。すいません。猫バスと張り合う体操。猫バスと張り合う体操。猫バスと張り合っております。猫バス相手にしてくれてるんでしょうか。どういうことでしょう。張り合ってるんですかそれ。さあ、猫バスをおんぶする体操。猫バスをおん体操にしてくださいね、アクティブさん。猫バスをおんぶする体操。すっ、あ、いいですね。二の腕が使われてるんでしょうかね。続きまして違反通告しておいたそうなんですね。おじさんを舐める体操。お
じさんを舐める体操。おじさんを舐める体操。どこが体操になってるんでしょうね。おじさんを舐める体操。あ、首ですかね。じゃあ、終了。ありがとうございました皆さん。ありがとうみんな。さあ、本日のですね、ベスト体操はですね、うたた寝してたら1時間遅刻した体操に決定したいと思います。それでは最後、うたた寝してたら1時間遅刻した体操でお別れしたいと思います。アクティブさんお願いします。うたた寝してたら1時間遅刻した体操。はぁ、1時間も遅刻しちゃった、やばいやばいよーやばいよー、早くしなきゃー。ありがとうございました。以上、アクティブ野郎のアクティブラジオ体操でした。バイバイ。アニメーションの、あ、はいはい、アニメーションの怪事が始まる。怪事が始まるとしたら、いや村子です。あ、今の村子ですか。村子です。今の村子ですか。はい、ちょっともう一回見せてもらっていいですか。怪事もう一回出ますか。もう一回出ますか。いやごめんなさい、いいです、いいです、もういいです、もういいです、来週でいいです、大丈夫です。いや出ちゃった。あ、村子でした。村子でしたね。村子でした。よかったよかった。よかったよかったよかった。本当に。ああ、村子でした。いろいろ言われてますけど。村子っぽくはなかったけどな。まあ村子でしたね。確かに。目のあたりとか完全に村子。はい、完全に村子でしたね。さあ、というわけで時間ないっつってる。続いてのコーナー行きたいと思います。はい。R18 相談室。はい。はい。いやらしい音楽に乗せて、はい、皆さんからの相談事を。ね、全て答えていこうというコーナーです。はい、どうですね、いろいろ書き込みざわざわしてますね。ムラムラしてくださいね皆さんはね。ムラジさあ、皆さんから相談を今、はい、リアルタイムで受け付けるんですが、はい、先週バーッと相談来まして、はい、読み切れなかった分をまず解消していきたいと思います。 そうですね、はい、その間皆さんは相談してくれてもいいですし、相談に乗ってくれてもいいですし、はい、よろしくお願いいたします。さあ、まず一つ目、木村先生よろしくお願いいたします。はい、何でしょう、はい、相談です。はい、投稿するネタが、はい、書き込みしてくれるネタがね、はい、木村くんが読み間違えて潰してきますということなんですけれども、はい、この相談、木村先生どうでしょうか。あのですね、まず僕に読まれたっていう時点でちょっとこう、光栄だと思えと。いや、違う、俺がエラジやったんだぞと。違う、そういうことですね。違います、僕に読まれた時点でちょっと期待を半分にして読んしていただけたら助かるなと。読み始めたなと思った瞬間に、はい、あ、俺の呼ばれちゃったよ。でもこいつ噛む、そのことないです、木村さんが選んだっていうことを名誉だと、こいつ噛むだろうなっていう感じで読んで待って。あ、木村さんサイドはもうじゃあ改善の余地はないってことですね、はい、いや、なるべく改善しようと思うんですけれども、はい、どうもですね、画面を見てるとこう目がかすむというかですね、ちゃんと読めないというかですね。さあ、はい、参考になりましたでしょうか。参考にしてください。続きまして、はい、小股の切れ上がった女が見たくて仕方があります。ですけど、ね、ほう、小股が切れ上がった女なんてことをよく言いますけど、僕それ知らないんですよね。小股が切れ上がった女っていうのは何ですか。それ諸説あるみたいなんですけど、はい、足がスラッと長いとかそういうことなんですか。あ、そういうことなんですか。はあはあ、見たくて仕方がないんです。どうしたいですか。夏になりますから、これからいっぱい見れます。あ、じゃあもう、はい、おのずと、おのずと悩みは解消されると。あとは女子大の近くとか行けばそれなりに見えるんじゃないですかね。いや、本当にさ、ズボン、半ズボン、はい、俺らが小学校の頃履いてた半ズボン、わかるよ。わかりますわかります。ザ半ズボン、ザ半ズボン、ああいうの履いてる女の子いるよね。ホットパンツですよね、俗に言う。あ、ホットパンツ、ホットパンツ
いやでもあれまさに俺らがさ小学校の時履いてた。まあ僕らが履いてた時はあのズボンのポケットが内側にあの出てないですけどね。あ、今そう出てる。今出てる。あれがおしゃれなの。おしゃれなんじゃないですかね。あ、なんだ。いや、なんか全然理解できない。だけどまあ足は見ちゃう。まあ見ちゃ、まあしょうがないんじゃないですか。だから見せて、女性の場合は見せてますからね逆に。そうなんだよな、はい、じゃ見てもいいんですかね、これは永遠のテーマですな。見てもいいです。女性は見てるんで、触っちゃダメです。触ったら犯罪になっちゃうんで見るだけなら構わないです。じゃあいいですね、はい、この相談、小股の切れ上がった女が見たくて仕方ありませんっていうのは、はい、見ればいいってことですね、今後のこの夏。全然もう見ましょう、生足を見て、はい、さあ、続きまして、はい、小股ってどこですか。僕もその困ったっていうのをよく見ます。皆さんどこだと思うんですか。僕 は完全にヤバい部分だと思う。ヤバい部分、ヤバい部分、ヤバい部分、はい、言っちゃいけない部分、言っちゃう部分、困った困っただと思う。おまた困ったを音読むってことですか。わかんないです。だからなんかだってもう完全にそういうことなのかなと思ってました。はい、参考になりましたでしょ。はい、続きまして、はい、マンゴスチンがエロく聞こえます。どうしたらいいですか。あ、それ前回ありましたよね。あ、前回読みました、マンゴスチンがエロく。え、今日の読んでるんですか、今もう。いや、違います。前回のです。前回のですよね。はい、もう、今日のいっぱい来てますけれども。いや、今日のはちゃんと間に合えばやりますけど、あ、はいはいはい、次回もやります、はい。次回、前回のやつがまだ解消されてないわけです。なるほど。すべて、すべて相談に乗るわけです、我々。読んだねって言われてますけど。あ、読んだんだ。はい、マンゴスチン。だったら、そのまま興奮しろって言ったんだっけ。マンゴスチンで、G 行為ができるぐらいになるまで、自分を高めろ、はい。まあ、僕的な意見としては、王をつければいいんじゃないかっていう。あ、そっか。はい。あ、なるほどね。はい。わかりました。王をつけて。丁寧語にすればそれなりに柔らかくなるんじゃないか。じゃあ2個あったのかな。さあ続きまして。うんうん。エロ漫画党が楽園に思えて仕方がありません。どうしたらいいですか。まあ楽園なんじゃないですかね。楽園だということで。まず、はい、あの百聞は一見にしかずですから。はい。行ってみ。行ってみようっていう。多分楽園だと思いますけれども。いつか、じゃあ番組で行きましょう。番組で行きますか、はい、行きたい。さあ続きまして、はい、スマタ海峡というのがあるんですけども、へー、まあ、一寸二寸の寸に、はい、まあ、また寸また寸また寸また海峡、スマタ峡、スマタ峡がエロく聞こえてしまいますということなんですけども、はい、これどうしたでしょう。スマタ峡、確かに漢字が違えば大変なことになってしまう。だからそれをちょっとこうすんまたって言えば、すんまたもう間違えて読むってことですね。で現地の人からしたら、はい、すんじゃなくてすまたなんだって言われちゃうけど、ああ、そうか、すんまた、すんまたか、あ、田舎をバカにするから。いや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 、そうですね、そうなっちゃうから、なんかそれはダメですね。ちなみにですね、すまた海峡のことちょっと調べてきたんで、はいはいはい、温泉があるらしいですね。へえ、そうなんですか。すごい湯上がりなとお肌がツルツルスベスベした感じが特徴らしいんです。あー、なるほど。あ、温泉なんですね。でその紅葉から、はい、美女作りの湯として知られているらしいんですね。はいはいはい、なんだ、あながち間違いではない、間違いではないですね。そうです。だからいやらしいと思っててもいいんじゃないでしょうかという僕の結論ですね、はい、なるほどね。美女作ってるスマタ海、スマタ峡というところで美女を作れるというところ、はあ、しかもツルツルスベスベになる。はいはいはい、ね、まさに美肌効果ということで、はい、スマタ峡という名前に名前負けはしてないんじゃないでしょうか。うん、こういう結論でいいでしょうか。いや、もうその通りだと思います。コメントでもね、コメントですね、コメントもですね、はい、女に育てるってことか。なんかすごい達観してる方がいらっしゃる。そう、女性少女から女にこう育てる温泉ってことなんじゃないですかね。ああ、なるほどね、はい、スマタを覚えて。だから、いや、なんで今ふわっと終わらせようとしたのに、なんかリアルなもの。僕が言ったのはスマタ教の方のスマタですよ。はい、はい、だから女性を女に仕上げる温泉ってことで。もういいわ。続きまして、はい、トラックなどで、はい、右から左に会社名を書く、あるじゃないですか。ありますね、はい、あれのメリットが分かりません。なぜでしょう。僕もそれはちょっと思ってたんですけど、はい、多分それは目を引くためなんじゃないかな。逆に書いといて、はい、あれなんか逆から、あ、そうか、逆なんだっていうので印象に残る。一回読んじゃうじゃないですか。ああ、なるほど。無意識に読んじゃうんですよ。あ、先生、はい、不正解でございます。不正解なんですか。不正解でございます。あら、はい、これはですね、これは何で、これも調べてきたんですか。車を横から追い抜くときに、はい、右から左だと見やすいそうです。なるほど、
正解が出ちゃった。はい。あ、さあ続きまして。はい。印象に残るからってちょっと面白いですけどね。一回読んじゃう。さあ、ロマンスカー。ロマンスカー。あなた、はい、僕乗りましたね。ロマンスカーが、はい、止まるんすかに聞こえる。ちょっとロマンスカーのロッツ。あ、止まるんすか。ちょっと誘われてんのかなって思っちゃう。こういう相談が来てるんですね。あー、止まるんすか。ロマンスカーが止まるんすかに聞こえるそう。僕の結論でいいですか。はい。耳鼻科に行ったらいいんじゃないですか。そうですね。さあ、続きましょう。そうですね。僕も、答えられない。同じ意見ないでしょ。耳鼻科に行けて。もう同感でございます。はい。さあ、続きまして。はい。ファースト、セカンド、サード。はい、うんうん、これは分かる。野球でね。野球で、はい。ショートって何？何がショートなの？ショートパンツって言うんですよ。え、そのポジションのやつショートパンツ履いてたっけ？履いてないですけど、基本ショートパンツが好きな人が。あ、なるほど。あ、そういうことね。はい。はい、参考になりましたでしょうか。野球のショート守ってる人はショートパンツが好きなんです。はい、基本的にはですね。基本的にですね。あの、名残ですよね。昔そうだったってことですね。その名残でショートって呼ぶような。今は違います。今のプロ、はい、そう、今の選手はそうとは限りません、ね。戦前ぐらいですね。ただ大体野球してる、まあ、男、はい、ショートパンツが好きなんでしょうね。基本好きだと思いますよ。だから僕間違えてない。あながち間違えてないと思います。さあ、そして先週のやつを紹介してる間に終わっちゃいそうですね。終わっちゃいます。もう、今日のガンガン来てますけど、どうするんですか。大丈夫です。先週のやつこれ最後なんで。あ、本当ですか。はい、いきますよ。はい。とろけるマンゴー。とろけるマンゴー。美味しいですね。っていうのがあるんですけど、はい、それ、バヤリースが出てるらしいですけど、はいはい、バヤリース何言ってるんですかって思ってすいませんという相談が来てる。いいんですよ。バヤリースは美味しいものを提供してるんで。とろけるマンゴーっていうのは、はい、とろけるマンゴー、とろけるマンゴー、はい、バヤリースから出ても全然問題ないですか。はい、問題ないと思います。あ、そうです。どんどんとろけてください。あ、はい、じゃあこれは思ってすいませんっていうのは思わなくていいってことですね。じゃあ謝らなくてもいいってことね。謝らなくていいです。どんどん飲んじゃえばいいんです。とろけるマンゴーから、からからえ、とろけるマンゴーを、とろけるマンゴーを飲むんですね。はい、そうですね。飲みましょう。はい、滴るあれを、とろけるマンゴー果実を飲んでいきましょう。はい、わかりました。はい、というわけで、果汁 100% ですから。 100% じゃないかもしれないですけど。 100% じゃないんだよね。さあさあ、もう時間がないですね。はい、先週のやつはじゃあ終わりですね、これ。今週のやつ何か気になった質問ありましたか。あのですね、ドレミの歌のその部分を聞くと、はいはい、とある AV 女優を思い出します。え、私は正常ですか。ドレミの歌のその部分、そう、青い空。ああ、なるほどね。はい、思い出すっていうか言ってるじゃん。私は正常ですかって言われてるんで、正常です。正常です。正常でございます。さあ、そして、はい、今週のベスト相談は、はい、ドレミの歌のその部分を聞くと、とある AV 女優を思い出します。私は正常ですかに決定したいと思います。というわけで皆さん、相談は来週以降必ず乗りますので。あ、本当ですか。はい、以上。これ毎回、これ毎回次回に持ち越しになるパターンですね。本当だね。はい、以上、R18 相談室でした。時間がないぞ。時間がないですね。木村大使からの挑戦状。木村大使からの挑戦状。はい、さあさあ、そんなわけで、じゃあ僕の挑戦状の方行きたいと思います。今日の挑戦状はこちらです。はい、ノーヒントでイラストを描こうということをご覧になっております。はい、はい、大使さん、マンゴーネタ好きだ。そんなわけじゃないですけどね。あ、そんなわけですね。そんなわけ、あ、今さっきの質問してくださった方ですかね。うん、本田圭佑さんがですね。よかった、正常でって。同姓同名の方いっぱいいますからね。もうね、本田がね、頭に浮かんでるから、はい、俺の中で。面白くてしょうがない。本田がすげえコメントしてくれてるんだよ。わかんない、ね、そうかもしれないです。本田圭佑さんで同姓同名の方いっぱいおられるんで、はい、
さあそんなわけでノーヒントのコーナー、ノーヒントで絵を描こうのコーナーでございます、うん、こちらのコーナーは皆様からイラストのお題をいただきまして、うん、それを2人で描いて対戦するというコーナーとなっております。やったぜ。はい、そんなわけで皆様から、イラストのお題を募集したいと思います。はい、さあ何描きますか。はい、前半のコーナーに時間食われてるねってことで。そうですね、ガンガン 100本ツッコミですね完全に。いや俺罰ゲームだと思うないや罰ゲームですけれども、はい、罰ゲームだ完全に100じゃないですか。あ、お題来てますね、ありがとうございます。いやだからさ、はい、最初オープニングコーナーいらねえんじゃねえかじゃあもう次回からなくします。いや感動小説を無条件で読むっていう、はい、無条件で読めばいいんですか、うん、だって俺にもセリフくれよ感動小説感動小説ってさちゃんとやり取りでやろう、はい、指示がないですから指示率が異様に低いですから、もうこれはやり取りすれば成立するんじゃん。お蔵入りにすればいいんですか。お蔵入りマジ第2話第2話ブログでアップしていい第2話いいです、じゃあ強化しますやった文面ないけどさいろいろ来てます、ね、ありがとうございます。ライトセーバーと思ったら蛍光灯だと気づいて慌ててしまったダースベイダー。ダースベイダー難しいですね、うん、モンブランでいいんじゃないかな。モンブラン、うわ、モンブランも意外と難しい。いや意外とってかなり難しいですね。結構ありますよ。ガムテープ、はい、立教大学、ミスタードーナツのマーク、ミスタードーナツのマーク、スネーク、小説のキャラクターとか、ドナルド・マクドナルド、あ創設者、魔漢工作法、マンゴバス、顔なし。顔なしはどう？顔なし難しいですね。顔なしって顔なし、猫バス、ダースベイダー。ダースベイダーすごい票集めてますね。お題、青い空さん。あ、難しいですね。紀州南高馬もしも五木ひろしが救急車のサイレンだったらそれ絵で描くもんじゃないコロッケさんですね。顔なしの金なしさあどうしましょうか。どうしましょうか。ライトセーバーと思ったら蛍光灯だと気づいて慌ててしまったダースベイダーにする。おー、くっそむずいですね。カラムーチョの火って言ってるおばあちゃん。ああ。かけそうでかけない。火って言ってるばあちゃんね。かけそうでかけないですね、うん、ね、なんとなくイメージあるよね。はい、それにしようか。します。時間もないし。はい、じゃあ、カラムーチョの火って言ってるばあちゃんにしましょう。うわー、これ難しいぞ。これさ、最近さ、はい、先週ブログ書いてと思ったんだけどさ、はい、この採用したやつもさ、はい、なんかあげてんだっけ。あげてなかったんじゃないですかね。あげなくていいんだっけ。いや、じゃあそれをじゃああげましょう、差し上げましょう。じゃあカラムーチョの火っていうばあちゃん、はい、って書き込んでくれたあなた、はい、粗品を、粗品、粗品、粗品って言っちゃった、うん、差し上げます。スッパムーチョと間違えんだよってことなんで。え、同じキャラじゃなかったっけ。カラムーチョでしょ。でもまあ火って言ってるおばあちゃんですよね。さあ、はい、じゃあ時間は何分でしょう。時間、カメラの方を切り替えてください。時間何しました。2分でいいですね。2分、2分にしましょう。2分、時間がないんで、うん、じゃあ、2分でいきたいと思いますよ。よーい、ま、しスタート。カラムーチョの火ですよね。キーって言ってるおばあちゃんだよな。これは難しいぞ。難しいね。おばあちゃんが難しいですよね。難しい、超難しい。書き始めて思ったけど、あ、俺できたかも。あー、俺100点かも。マジ毎回よく当てて負けてるんで。おばあちゃんなんだよね。そうなんですよ。あ、でもいいかも、いいかも。ポテトが辛くてなぜ美味しいのね。まあカラムーチョ美味しいですからね。カラムーチョ大好きです。あ、いいかも、いいかも。マジか、これ体だなと。やば、俺はね、はい、ちょっとね、はい、シワを表現しようと思ったので変な感じになっちゃった。クレヨンだからな、これがな。言い訳ですか。すいませんなんかね、そしてね、はい、あ、分かった。これは教えないけど、はい、これが結構重要だわ。何ですか。これが重要なんだわ。これができているとできてないとでは、はい、だいぶあれですよ。やっちゃいましょうか全然喋れないで、はい、これがこう出てるな。こう出てる。ちなみに、あと30秒ぐらいですかね。あ、結構あるね。はい、よし、ちょっと色もつけて。あれ、こんな感じじゃなかったっけな。いや、
俺ね、無難だわ。無難じゃないけど、難しいのを書いた方がいいんですかね。わかんないな。正解出るのかな、また。正解は出していただけるんじゃないでしょうか。もう入ってくですからね。僕の写真があんなにアップになるとは。はい。カラムーチョって全然辛くな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 い？はい、あれ連続で食ってれば多分ちょっとピリッと来てますよ。エロく書くこと希望マジか。カラムーチョは小池屋が製造販売するポテトチップで、チリを味のベースにした辛みの強いスナック菓子である。ヒント。ばあちゃんのヒントじゃねえじゃん。ありがとうございます。カラムチョなんてここ数年食べてないね。でも食いたくなったら美味しいですよね。あ、かわいい。ヒーって顔が。本当だ。そういえば今日は服部さんがいなかったような。あ、いなかったですね。確かに。本当だ。おい、どうした？事件か？さあ、じゃあやっていきましょう。はい、あと3分しかないんでやっていきましょう。うん、あ、僕どうします？大丈夫さんからいきます？僕からいきますか？どっちでもいいですよ。じゃあ僕からいきましょうか。僕のイラストはこちらでございます。わー、出た。どうです？これはね、大変なミスを犯してますよ、あなた。何ですか？大変なミスを犯したね。これ、結構僕いいでしょう。いや、僕これ勝ったと思います。これはね、はい、やばいですよ、あなた。何ですか？4連敗ですよ。いやー、だってちゃんとカラムーチョ持ってますから。違うんです。はい、カラムーチョっていうのは、はい、細いんです、もっと。知ってます。何ですか、その丸は。これ、ポテトチップスのバージョンです。バージョン？そして、あなたの致命的なミス。はい。犯人はあなたですよ。何ですか？ あなたは致命的なミスを。じゃあ、大丈夫さん見せてください。大丈夫さんは2人いるんですよ。2人いるんですよ。嘘。あのおばあちゃんは。いや、いないいないいない。そんなの見たことない。しかも、こういう感じでヒーって言ってますよ。はい、確か。絶対嘘だよ。目は一緒なんだな。目は、目はイーブンだな。嘘だ。俺これ勝ったよ。いや、あんなんじゃない。ただ髪型も一緒だね。お団子だよね。おそらく2人いるはずです。いるって YouTube もいる、うん、しかもヒーってああやって言ってます。汗なんて書いてません。ああ、でもヒーは言ってたな。確かに体のバランスはこんな感じだと思う。いや、俺のバランスですよ。あんなリアルな人間じゃない。またビビっまたビビっちゃった。どうすか、正解出るんでしょうか。正解出ますかね。正解の方、あ、待って、その前に、うん、アンケートじゃないですか。どっちでしたっけ。違うよ、正解を見してからアンケートでしょ、いつも。そうでしたっけ、うん。失礼いたしました、うん、じゃあ、正解の方出ますかね。正解の方が、あれ、一人しかいない。もう一人いるよね。いないでしょう。いないでしょう。もう一人いなかった。そして何、猫。あ、ほら、二人いるの。二人いるじゃん。ほら、ひいおばあちゃんとひいひいおばあちゃん。嘘だ。ほら、そしてちょっともう一回戻してください、我々の絵に。違うでしょう。ほら、あ、俺じゃないですか。いや、お前なんか口3つに分かれてんじゃん。なんだあの口。俺でしょう、完全に。さあさあさあ。いや、だって2人いますもん。いや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 、これ2人いるバージョンでしょ。そして体のバランス見てください、完璧。完全に俺ですね。なんでだよ、お前全然ちげえじゃねえか。さあ、それだって見てください、だって時間ない、時間ないよ。大根さんの昆虫みたいな体してるじゃないですか。時間ねえんだよ。僕の方ちゃんと足も、アンケートですね。はい、じゃあ、うん、アンケートの方行きたいと思います、うん、アンケート1が木村、2が中村で、うん、ぜひ皆様の回答の方をお待ちしております、うん、じゃあ回答決まる前までにはちょっとあの木村賞のイラスト、お土産発表しちゃいますか、うん、時間ないんでね。木村賞のお土産を見せてくれるそうですよ。ですね、あら、なんかちょっと待ってくださいね。1個なくなっちゃったな。あ、いいよ、とりあえず1個で時間ない。ですね、これがですね、スカイツリーのキーホルダーなんですけれども、うん、お前もうちょっと時間ないからな。あ、はい、あ、ないね、ないね。そして木村賞はベスト賞、これじゃのでかいスカイツリーのライターになってます。博多の CEO って書いてくれたのが木村賞。中村賞、ビルとスカイツリーが同化してて分かりにくいって書いてくれた。ブログで詳しく発表します。じゃあ、はい、集計発表お願いします。お願いします。イーブン。マジか。じゃ、じゃんけんします。じゃんけんします。え、ここで今？じゃんけんしましょう。行きましょう。最初はグー、じゃんけんホー。アイコンでしょ。アイコンでしょ。負けたよ。というわけで来週の罰ゲームは中村でございます。以上で終わりですね。バイバイ。また来週19時です。バイバーイ。うわー、このぐしゃぐしゃ。